どうもこんにちは。本田です。今日はこの問題を解こう。三次関数 fx イコール x3 乗プラス ax2 乗プラス bx プラス4が x イコール1で極大値8を取るとき、定数 ab の値を求めよう。まず、x イコール1で極大値を取ると言っている。極値は接線の傾きが0になるポイントにいるから、まずは接線の傾き、 f x を求めよう f x を微分するとこうなる今回接線の傾きが0になるのはイコール =1 と言っているから f' x の x に1を代入すると0になるこれを計算すると a と b の式が1つ求まる 次に、極大値は関係なく、x イコール1の時、fx は8を取ると言っているから、fx の x に1を代入すれば、8になる。これを計算すると、a と b の式がもう一つ求まる。a と b のわからない文字2個に対して、式が2つできたから、これを連立すれば、a と b が求まる。これ答え。 って言いたくなるけど、実はこれだとまずい。何がまずいのか今までやってきた内容をもう一度確認してみよう。今俺たちがやったのは、F'1 イコール0と F1 イコール8。この条件だけで、X イコール1で極大値8を取ると言えるだろうか答えはノーなぜなら、この条件だけだと、X イコール1で確かに接線の傾きは0だけど、 この付近で F'X の符号の切り替わりが起きない。つまり、極値なしのケースも考えられるから F x。F'X イコール0だからといって、極値を取るとは限らないから、こういうことが起きていないかを、求めた AB を代入して、増減表を書いて確かめよう。A にマイナス6、B に9を代入すると、FX はこうなる。微分するとこうなる。 f'x イコール0を解くと、x は2個出てくる。つまり、増減表はこうなる。確かに x、x イコール1で、f'x の符号が切り替わって、極大値8を取っているから、晴れて a、a イコールマイナス6、b イコール9は答えになる。今日の動画内容をまとめると、極値を取るポイントでは、f'x は0になる。ただし、その逆。 f'x が0だからといって、そこが本当に極値であるかは断定できない。極値であるためには、f'x の符号が切り替わらないといけないから、求めた値を元の式に代入して、これを確かめよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 この画像を検索するときに、チャートと検索すると、一発目に為替チャートがヒットする。チャート、参考書だと、一発目に色違いがヒットする。これと同じで、X イコール A で極値を持つを検索するとき、F'A イコール0と検索すると、極値を持たないやつもヒットするから、逆の確認が必要なんだね。